1年後、チャット GPT は企業にどのような影響を与えるのか。株式会社データフォーシーズソリューションラボの山内さんです。それでは山内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。チャット GPT はですね、オープン AI 社の提供をする大規模言語モデル、ラージランゲージモデル、LLM と呼称しますが、このモデルのチャットのインターフェースを介してですね、対話をすることのできるサービスです。ではですね、LLM を実際にビジネスに適用していくにあたって、どのように進めるべきかっていうのをお話をいたします。で、活用の段階として、まず触って特性を把握するというような探索的な利用に始まり、実際に社内の独自のデータを連携をした上で、社内で活用をしてみる、実験的な利用で、お客様に直接提供されるようなサービスやビジネスモデル全体に影響を及ぼすような実装、拡張っていうような段階があると考えています。で、現在はですね、探索的な利用、もしくは実験的な利用を始めたばかりというような企業が多いのかなと思います。一般常識のみでですね、対応可能なタスクっていうのも、あるかとは思うんですけども、それだけでは競争力にしていくっていうのは難しいかなと思います。で、その中でですね、独自の知識を入れたり、新しいタスクに対応をしたいという時に、取ることのできる手段というのが大きく2つありまして、このファインチューニングという方法と、フューショットラーニングと呼ばれる方法です。で、ファインチューニングはモデル自体を追加で学習をさせる方法で、全く異なるデータやタスクに対応をさせることができます。で、これはですね、これまでの機械学習で言われるところの学習そのものであって、多くのデータの収集とコンピューティングリソースが必要になります。で、一方ですね、フューショットラーニングは、ラーニングという名前ではあるんですけども、実際には学習を伴わない方法で、プロンプトに例や知識を質問とともに、渡すことによって対応をさせるという方法です。ではですね、今後大規模言語モデルがさらに進化をしていく中で、企業が備えるべきことは 何かについてお話しします。古い話なんですが、2016年にですね、科学技術基本計画の第5期のキャッチフレーズとしてですね、提唱された概念に、ソサエティ 5.0 っていうのがあります。サイバー空間とフィジカル空間が一体となって、社会問題の解決、経済発展が実現するような社会のことを指しているんですけれども、まさにですね、この時代が大規模言語モデルの進化によって到来をしようとしているわけです。で、膨大なセンサー情報をですね、 AI によって蓄積解析をし、新たな価値を生むということが示されているんですけれども、このループを回すっていうことこそが、これからの時代最も重要になってくると考えます。で、それを踏まえですね、AI の利活用において、我々が最も重要と考えているのが、モデルを中心にするのではなく、データをきちんと中心に置くということです。人、すなわちお客様や現場などからセンサーやカメラといった IoT デバイスやアプリケーションなどを用いて、あらゆるデータを収集し、それをクラウド環境に蓄積する。で、蓄積されたデータを利活用可能な状態、すなわち、AI レディなんて呼びますが、そういった状態に整えること。そしてですね、古典的な分析や、先進的な AI など、を適切に使い分けて、知識や知恵へと変換して、また人へ価値を提供する。そしてフィードバックをまたデータとして収集をする。で、このデータを中心とした循環を回すことこそが、チャット GPT をはじめとした、大規模言語モデルの時代において、最も重要なことであると、我々は考えています。私も今後企業でチャット GPT を使っていくには、その企業が持っていて、基本的には公開するようなものじゃない社内の情報をですね、どうやってこうチャット GPT と組み合わせて活用できるかっていうのがすごくポイントだなと思ってるんですけども、それをやる具体的なお話が今、2通りあるよっていうお話をいただいたのかと思っていますが、その認識で合ってますか？はい、おっしゃる通りです。ありがとうございます。でも、そのファインチューニングは少なくとも今日現在はモデルを直接こう学習させるっていうのはちょっと現実的ではないよってことですよね。そうですね、例えば GCP のファーム2であるとか AWS なんかでも、そういったあの独自の学習をさせるための機能自体は提供されていて、OpenAI では提供がされていないっていうだけなんですけれども、とはいえですね、結構おっしゃる通りで、やっぱりリソースがものすごく必要である、前提データを確保するっていうところがすごく難しい、リソースがかかるっていうところで、大半の場合、よっぽどこうプラットフォーマーを目指すっていう場合はやるべきだとは思うんですけども、そうでない大半の企業での利活用っていうのは、ファインチューニングを必要としないことの方が多いと私は考えています。ありがとうございます。そのフューショットラーニングは、最初に企業のデータベースから何らか関連する情報を引っ張り出した上で、チャット GPT に対してプロンプトレベルで情報を渡して回答を作っていくっていうことってことですね。そうですね、その通りです。
わかりました。ありがとうございます。その後のちょっとその API のところが私ちょっと理解ができなかったんですけど、もう一回説明してもらっていいですか。でも基本的に先ほどのフューショットラーニングの場合も、ファンクションコーリングの場合も、どちらもAPI を想定しています。基本的にですね、企業での利活用において、ChatGPT のウェブのインターフェース、通常のOpenAI 社から提供されているウェブのインターフェースを使うっていうのは、あまり良いことではないと私は考えてますので、なので API を前提にというところでちょっと今回お話をさせていただいてしまってるんですけれども、で、このファンクションコーリング、もうちょっと詳しくお話をさせていただくと、ゲットイタリーリストみたいな関数が用意されていますよ、みたいなところ、お店のリストを取得するよっていう関数ですね。こういった機能があるよっていうのを質問文、今すぐ行ける疲労の飲食店について教えてくださいみたいな質問と LLM に対して渡すと。で、そうすると、その曖昧な指示である、ユーザーからの入力の中から、すぐ行けるっていうことは、今日行きたいってことだよな、であるとか、疲労のって言ってるから、じゃあ疲労なんだなっていうエリアをこう特定したりみたいなところで、こうそういったこう曖昧な文章から、非定型な入力から必要な要素を抽出して関数の引数に渡してくれる。で、それをアプリケーション側でその機能を実行するっていうような関係性になって実行されますと。で、そうすると、実際にこうリストが取られて、そのリストを今度、こう、また LLM に渡すと、ユーザーが分かりやすい形に整えて、今日行くことができる、飲食店はこういうのがありますよっていうふうに日本語にして渡す。みたいな、そういうことができるようになっています。チャット GPT の API みたいなところと、既存のシステムの API っていうのが多分あって、ですね、API の部分っていうのは、なんでこのモデルとやり取りをするために使うが、OpenAI の API であるとか、各社のクラウドサービスの API みたいなイメージですね。なので、全てこう同じ概念といいますか、これをやってほしいってモデルを渡すっていうのも API だし、既存のデータベースに問い合わせを投げるっていうのも API っていうイメージですね。わかりました。ありがとうございます。